わけでしてね、もうこんな感じですよね。まあとりあえずおめえ誰だって話じゃないですか。セルローイドと申します。なんかそんな変な名前でさせていただいてますので、どうぞよろしくお願いいたします。普段はね、地味でメガ、真面目なね、メガネ屋さんなんかさせていただいてるんですけれども、時としてこんな感じで、土地狂ったことをしたりしなかったりと、いうわけなんで、もしどちらかの方でまたお目にかかる機会ございましたら、ぜひとも、お声の一つもかけていただければ幸いですと、いうことで、何卒よろしくお願いいたします。じゃあなんでメガネ屋さんがね、こんなところでライブなんかやってるかと、申しますと、実は来たる、来月6月の、22日ですね、22日に、私セルロイドの、初となる、シングルおよびミニアルバムというのが同時リリースされることになりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、アルバムの方は、フィルターというタイトルです。実はそこのエントランスの方にありますので、ライブよかったらぜひ買ってください。800円です。5曲入りで全てインストなんですね。でシングルの方は、実はコラボレーションということで、作詞作曲およびボーカルの方に関しては実は僕ではない、KG さん、まあ、KG という人がいまして、その方が作詞作曲およびボーカルで、私セルドイドはそちらに、まあ、トラックメイクと、その他全般の、ジャケットのデザインとか、まあ、プロデュースワークをさせていただいたと、いうことなんですね。で、まあ、せっかくなんで、今回そのインストばっかりでもつまんないだろうと、いうことですので、生歌の方も、披露させていただこうかと思いまして、ケイジさんご本人お呼びしてますので、どうぞよろしくお願いします。ケイジさん、入ってますか？入ってませんね。はい、そんなわけで今呼ばれた刑事でございます。はじめまして刑事。ありがとうございます。なんか全部、ね、見た目よりも人が大勢にな感じがしますが、皆さん楽しんでますか？まあ、皆さんのね、台風来てますけど、皆さんの素敵な日曜日の、レジャーのですね、まあ、楽しみ方、楽しみのちょっと一つこうお手伝いできたらなと思っております。まあ、短い間ですけどね、楽しんでください。ありがとうございます。お願いします。ケイジさんどうですか、ぶっちゃけ自分の曲をこういうふうに全く変えられるっていうのは。あ、僕はですね、結構意外とそういうの抵抗ないんですよね。まあ、うん、まあ、みんなほら一回も聞いたことないんで、まあね、聞いたことないんでどんな曲がどういう風になったのかなさっぱりわかんないじゃないですか。もちろん、まあ、だからみんなが楽しんでいただければね、それで全然僕はいいわけですよ。はい、まあ、そんな感じですね。じゃあですね、今から2曲続けて、させていただこうかと思います。じゃあせっかくなんで、ライスじゃあせっかくなんで刑事さんの方が曲紹介お願いします。まず1曲目。はい、じゃあ1曲目はスペーシーラブっていう僕の、作詞作曲で書いた元はバラードなんですけど、それをですね、今回セルドルソンが、まあ、エクトロバージョンということですね。決勝にかけたね。はい、なってますんで、まあ、その曲もですね、実はその、はい、あそこのエントランスで売ってるセルロイドさんの、アルバム、来月、配信されるアルバムの中に今回は、入ってます。それでまあお得、あちらで開けていただいてますけどね、買ってね、はい、お得価格になってる。そうですね、はい、僕は発揮してのお立ちなんでよくわかりません。1曲100円、はい、で2曲目の方は、
1曲目、2曲目はですね、ワナモンマイプレイスっていう、これもまあ僕のオリジナル曲なんですけど、まあこれもですね、なんか派手なエレクトロバージョンに、もともとはバンドでやったりとか、いろいろしてたヒップホップファンクな感じだったんですけどね、まあそんな感じになってます。はい。あ、後ろの方がね、取り込んでるみたいでね、 急遽MCを続けろっていう空気が後ろから出てくるんで、今日はなんかこういろいろアートと音楽のコラボレーションみたいな、なんかそういうイベントみたいですね。僕も初めて今日お邪魔させていただいたんですけど。はい、ケンジさん長い。長いですか。もういい。始めましょうか。自分らが。はい、こんな感じで、はい、いいみたいです。 スタート。